そこに座ってたんだよね。平和だったのは最初の日だけだったんじゃないかな。一週間も経った頃にはもう始まってたわ。男ってバカでくだらない生き物よね。多分これが富江の正体なの。地獄のツアーを楽しむといいわ。どうしようもなく富江が好きになって最後は自分の手で殺したくなるんでしょ。富江はどこにいるんだ。始まった。トミエ